ああ、私は君とクエストというこの曲を武道館に当てて歌ってました。気づいたら武道館に来ることが 行くことができる、すごい素敵なことだなと思います。今までの思い出も含めて、これからも含めて気持ちを込めて歌います。みんなありがとう。君とクエスト。まずは透明ハーツはありがとうございました。そして約束の場所がついに果たせます。まだまだみんなと一緒に最高の景色見に行きましょう。何度も後悔したって立ち上がってみせる新しいスタート、異次元として夢が